皆さんこんにちは。河原デザインアート専門学校です。こちらでは皆さんが落書きやイラストを描く際にちょっと役立つかもしれない初心者向けの小ネタをご紹介していきたいと思います。今回のお題、眉毛で遊ぶ日の一番上、眉毛の種類から実演していきたいと思います。では早速眉毛の種類について説明していきますね。まず普通っぽい眉毛ですね。よく見るし、よく描くと思います。一本線だけという人もいますね。次に太い系の眉毛です。こちらは太いので面積がある分、形に変化を出しやすいですね。太いので、細いものよりもいろんな種類というか形を作ることができていい感じだと思います。天眉ですが、太い系に入るのかちょっと微妙なところですが、こちらも目立つし特徴を出しやすいのでいいですね。こちらは薄いとか印象が弱い眉毛ですね。あまり見かけない気もしますが、キャラの幅を出すときに使うこともあるので一応。ちなみに少し前まではこのような短めの眉毛が流行ってたように思います。最近は長めの眉毛の数も戻ってきて、平均されてきたような気がしますがね。どっちもいい感じだとは思います。次に角度を変えると表情についてです。皆さんも眉毛の角度を変えると表情が変わるということはご存知だと思いますが、どのくらい角度をつけていいのか、角度によってどのくらい印象が変わるのか、そして目はどのように変化させるのか、について述べていきたいと思います。こちらは角度が浅くて少し強気な感じですね。ちょっと怒ってるような印象も受けます。目の方はほぼ変化なしですね。で次の、結構怒らせてみました。ここまで角度がつくと、眉間にシワがないと違和感がありますね。目の方も変化が必要になってきます。ちなみにですが、目の方は変化させないという表現もあります。こちらは萌え系のイラストでよく見かけます。ゲームの表情変化の時に、都合がいいのでこの手法が使われることが多いです。眉毛の形を変えるだけなんで結構楽な感じで変えられますね。今度は明るい表情ですね。こちら立てれば立てるほど無防備で人なおな表情が出せますが、もちろん加減はしましょうね。こちらの場合は、節目も入ってきますね。こんな感じでしょうか。そして今回のワンポイントに行きたいと思います。目からの距離が割と大事の部分ですが、怒りにしても笑いにしても、目から眉毛までの長さがそれっぽいから違和感があるを分けます。こちらも気づきにくいパラメーターですので、程よい長さというものを意識するようにしてみてください。あとこれも大事なんですが、眉毛の両端から真下に線を引いたとき、目のどのあたりに来ているかを確認する。どうでしょう？皆さん確認してますかね？確認できましたかね？大体の人が目の両端とほぼ同じになったんじゃないかと思います。ではここで眉毛の位置を少し斜め上にしてみましょう。すると、横方向から見て、目から眉毛の間に深さができたと思います。これは、無機質な背景を描くときに段差をつけるのと同じ考えで、物に立体感を与えることができます。顔に限らず、絵を描く際には必須に使うスキルですので、頑張って覚えましょう。あと、こちらではですね、人の絵を模写するときの測量。つまり位置をつかむときにも役立つので、いろいろと重宝します。以上、今回のワンポイントでした。では次回予告です。もう片方の目を描く日、プラス眉毛。縦だけ見てればいい。本当は奥からの方がいい気がする。ハイライトだって平等。の3本です。こちらの講義はですね、毎週金曜の夕方5時くらいに配信していく予定ですので、
これからもどうぞよろしくお願いいたします。それでは本日の落書きワンポイント講座、これにて。